レゴで刀を作ろうということで、この動画ではこのレゴを使った刀の作り方を説明します。作るために必要なパーツやどういった形で作られているかの説明を初級、中級、上級に分けて説明していきます。今回は初級編ということで、刀の刀身の作り方を紹介していきます。ここの実際に切るための部分です。カーブしている部分やどういった作り方になっているのか、どういうパーツが必要なのかを紹介していきます。意外と簡単な構造なので、お家にあるパーツをかき集めて挑戦してみてください。ただ一つお約束があります。レゴで刀や武器を作っても人や物にはぶつけないようにしましょう。この約束を守れる人だけこの先の動画をご覧ください。早速作っていきましょう。まずは細いプレートとブロックをたくさん用意しましょう。レゴのこの丸いボコッとしているものありますよね。これをポッチと呼びます。今回はポッチの幅が1ポッチの幅のものを使いましょう。幅が1ポッチで長いやつ、これの薄いものをプレート、このプレートが3枚重なるとこのブロックと同じ高さになります。上から見たら一緒ですが、横から見たら厚みが違います。こういった違いがあるのでぜひ覚えてください。今回用意するパーツ、長さはできるだけ長いものを用意してください。刀の強さを出すために長ければ長いほどいいです。短ければ短いほど折れやすくなってしまいますので、できるだけ長いものを用意してください。この刀は色を揃えて作ってます。そして特殊な、色味をしているバイカラーのパーツも使っているので、こういった形を出せますが、皆さんすぐ用意するのは難しい方もいると思います。なので僕みたいにまずはカラフルなもので作ってみましょう。用意するパーツは細長いプレート、細長いブロック、この2種類をかき集めてください。また細かい調整をするのに、こういったちっちゃいプレート、細長いものは使っていきます。こういうのも準備しててください。こういった2ポッチ幅のブロック、これは使っていきません。この刀の細さを見るとわかると思いますが、全部1ポッチ幅で作ってます。こういった2つ隣同士にポッチがあるものは使いませんので、これはしまっていてください。それでは早速作っていきます。見てください。プレート、プレート、ブロック、プレート、ブロック、そして上にタイルというパーツがついています。こういう風にプレートとブロックを組み合わせて刀はできています。では早速作っていきましょう。プレートの上にブロックを重ねていきます。重ねるときはこういう風に同じ幅でくっつけるのではなく、できるだけ半分くらいをずらしてつけてください。そうすることで頑丈になっていきます。まずはプレートの上にブロックを重ねて伸ばしていきましょう。まずは色を気にせず好きなようにくっつけてみてください。この時に注意してほしいのが、こういう風に1ポッチだけ残ってしまった時、今でもちょっと頑丈だと思うんですが、この1ポッチの上だけに置いてしまうと、これだけでも脆いんです。すぐ取れてしまいます。なのでつけるときはこう半分ぐらい、2ポッチ以上出してつけてみてください。この余った部分は後で小さいパーツを入れればいいだけなので、こういう風につけてみましょう。今回はこれぐらいにしておきます。この刀より短いですが、パーツが足りなくなると思うので、最初は短く作ってください。初級、中級、上級とどんどん作るところを増やしていくんですけれども、中級、上級も作ることができて、パーツもまだまだあるなと思ったら長く長くしていくことはできますので、最初は短めに作ってみてください。小刀ぐらいで作るのがありかもしれません。ただ持つところが自分の手で
2つ重なってちょっと余るぐらいであると見た目が良くなると思います。だから今日はこの先が刀身になっていきます。次はこの上にプレートを重ねていきます。で、重ねるときまたこの間と間をうまく押さえられるようにつけてください。こういう風に溝に合わせてしまうとまたポキッと折れやすくなります。折れなくするためによいしょ、こういう風にしていきましょう。こういう組み方をレンガ積みと僕は呼んでます。レンガのように互い違いにつけていきましょう。最初にこの間の部分、ブロックとブロックの間の部分を押さえていくといいですよ。こんな感じですね。余ったところにプレートをはめていきます。本当に色適当にしてるからカラフルになりそうですね。皆さんのはいかがでしょうか。そしたらもう一回プレートを重ねてつけていきます。これもできるだけ溝と溝を重ねるように、合わせられるようにつけてみてください。プレート、ブロック、プレート、プレートで今くっつけてます。この高さ守ってもらわないと中級上級の時にうまく手の部分が作れませんので、しっかりプレートブロックプレートプレート守ってください。このプレート2枚重ねた上にはまたブロックをつけていきます。これだと黄色い部分合っちゃいますね。これでもいいんですけど、できるだけずらしてください。なので最初は短いものからつけましょう。ここをずらすことでより硬くなっていきます。だからもうこの赤い長いパーツとかだと2箇所も超えることができるので、長ければ長いほどやりやすいです。さあ、ここまで作ることができました。もうこれだけで結構頑丈じゃないですか。まあ、まだ剣には見えないですね。刀身部分ができました。次はこの先端の部分を作っていきます。使うのはこちらのスロープパーツ。見ていただくと分かりますが、斜めになってます。よくレゴのセットでは屋根とか動物、生き物の背中、体の部分によく使われます。幅が1ポッチ分、色は何でもいいですし、長さもお家にあるもので構いません。好きなものを使いましょう。長ければ長いほど鋭い刀を作ることができます。今回はこのちっちゃいやつ使っていきます。このスロープパーツを2つ、それではくっつけていきましょう。こうつけたいので今回は2ポッチはみ出せるようにくっつけます。この3ポッチのプレートをつけます。できればそうだな、ここはこうして、ここに3ポッチ使うといいかな。先端はより壊れやすいので、できるだけ長いものでくっつけてください。そしたらこういう風にスロープブロックを置きます。そして間にはプレートを挟まずにまたスロープをくっつけましょう。こんな感じです。さあ、ここまで来たらこの部分を埋めていきたいと思います。まずここまた3ポッチ空いてるので3ポッチのプレートをつけて、またプレートをくっつけます。よいしょよいしょ。次のパーツはこちら、カーブスロープ。ポッチのついていないカーブしているパーツです。いろんな形がありますが、この3つが使いやすいかなと思います。刀でいうとこの部分ですね。この刀では3ポッチの長さのやつを使ってます。好きなもので大丈夫です。ものによって調整の仕方が変わりますが、自分の持ってるパーツでプレートとブロックを使って長さを調節してみてください。今回はこの3ポッチの長さのカーブスロープを使います。こういう風につけたいです。じゃあここの間を埋めていきましょう。まずは一回外してプレートをつけます。こう合わせながら作っていくとうまくいくと思います。次は4ポッチのプレートですね。まだ横のブロックと高さが合わないので3ポッチ分のプレートを入れましょう。そうするとこの刀
刀の剣先の部分、滑らかなカーブと斜めになっている部分を表現することができます。こういった長いカーブスロープを作る場合も同じ高さで大丈夫ですね。こんな感じでくっつけられます。ただこの短いカーブスロープだけは高さを調節する必要があります。スロープを1プレート分高くすることでうまくくっつけられると思うので頑張って挑戦してみてください。さあここまでで刀身と刀の先端の部分ができました。次に用意するのはこのパーツです。こちらのタイルパーツはポッチがついてなくて薄いパーツです。よくレゴのセットでは壁とか床に使われることが多かったり、車のボンネットなどにも使われたりしております。なるべく長いものが欲しいですが、こういう小さいものも途中の調整に使いますので、このタイルパーツ集めてみてください。使う場所はここ。このレゴの刀がリアルに見えるのはこのこっちの部分が隠れているのも大きいと思います。タイルで隠すことによってレゴらしさが薄れてより刀に近づくと思います。ではつけていきましょう。色が合うとここ綺麗ですが、今回はバラバラに作っていきます。このタイルつけるときもできるだけここはずらしていきましょう。頑丈になりますよ。これで日本刀の刀身の部分は完成です。今回僕はこの長さで作りましたが、もっと長く作っても短く作っても大丈夫です。ナイフみたいにすることもできますし、長い刀を作れます。ただ重力が働いて長ければ長いほどくねーってなってしまいますので、自分の体に合った長さで作ってみてください。今日のポイントをおさらいします。まずはこの1ポッチ幅の細いパーツ、プレートを用意すること、この1ポッチ幅のブロックを用意すること、この隙間をずらしてつけていくレンガ積みでくっつけていくこと、このスロープ、カーブスロープを使って刀の曲がっている部分を再現すること、そしてタイルを使ってこのポッチ部分をなくすこと、この4つです。初級編はこれで終了です。いかがでしょうか。結構簡単に作れたんじゃないですか。今回はなるべく揃えやすいパーツのみで作ってみました。お家によって色や形、レゴ持ってるもの違うと思いますので、あるものでまず作ってみましょう。次回の中級編ではこのつばや持つ部分を作っていきます。レベルアップさせたい方はぜひ見てみてください。最後に、初めにも言いましたが、作ったレゴの刀は非常に硬いです。人や物に当たると本当に危ないので、周りの人や物に注意して、お子様は大人の方に見てもらいながら優しく遊んでくださいね。今後も自分の作ったオリジナル作品やロボットを投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて僕の動画を楽しんでいってください。それじゃあ、バイバーイ。